定位置を使い、そう、ここがもう私の定位置になりました。あ、さっき公園見に行って、いや本当にありがとう。いやもうほんまに久々の大阪魂でちょっとやばかった。もうえ、こんなしんどかったっけってなりました。毎回なってる、やばい。今からまた夜公演ですよ。今日のメイクしようか。今日はあれですよ、メイクさんにメイクしていただいたので、私のメイクじゃないんです。あ、クマ、アスカちゃん、クマありがとうございます。クマ2体も嬉しい、ありがとう。そう、あと90日。え、でもさ、10日あっという間やったからさ、もう90日もあっという間な気がします。残り段ボール見て、そう、段ボールの隙間から、段ボールの隙間に置いてるんで、段ボールが見切れちゃってます。みーちゃん大丈夫、大丈夫です。え、もうほんまにさ、体バキバキなんですけど今日。もうね、全身痛い。もうそんな若くないから本当に痛い。もうね、ツイッターの推しチャレンジみんなしてくれて嬉しいです。ちゃんと全員の見てるはずです。私推しチャレンジ、あ、緑のズボンのめっちゃおしゃれでした。え、めっちゃおしゃれと思って、みーもそういう服装したいと思って、はい、嬉しかった。ちゃんと聞こえててよかったです。綺麗なお姉さんナンバしちゃいました、お見送り会で。小熊さん、タコありがとうございます。最高齢は28。え、そうなん、え、いたっけ、そんな。公園バテてるまかって、お前やめてよマジで。遊びに来たよ、遊びに来てくれてありがとうございます。あ、可愛かった、ありがとうございます。21歳、若いね、いいな。可愛い、ありがとう。おい、見えちゃそう。はい、みゆちゃんより年下なの。あ、大人っぽ、最近大人っぽい子多いですよね。大人っぽくなりたいです。でもこれでも大人っぽくなった方なんですよ、私もっと幼かった。え、ストレートで、みゆ嫌いやねん。みゆは嫌いなの、ストレート。はあ、眠い。赤ちゃんじゃない、鍵穴は子供っぽかった。ね、自分でも言いながら思いました、子供っぽいなって。はい、前髪命です。あ、コロワンさん、花火ありがとうございます。ツイン好き、ツインね、公園ではできないの、まだ。え、そう、さっきあのフルーツ食べたから眠たくなった。なんかさっき喋りたいことあったけど忘れちゃいました。昨日の夜公園入って気になってきちゃった。わー、嬉しいです、めっちゃ。もともとじゃない、誰が、誰目当てで入られたんでしょうか。子供やん、うるさい。大人やん、怖い。劇場なので、私の家の宅配は来ないです。続きは良かった、みんなびっくり、みんなのことびっくりさせるのが好きなので、私。AKI って知ってる？あき、ん？あきら先生のこと？
あ、ペコちゃん、ハートありがとう。さっき見に来てくれてありがとうございました。確かに劇場着払いいいね、払っといてくださいって言ってふにふに、やばい、今日目開かん、マジで。昨日さ、帰ってラーメン食べて、うちで、あ、フラッペ飲んだ。え、でもミエの好きなミルクティー飲んでないやろ。あ、ミルクティーフラッペ飲んだ、嬉しい。あの、何話してたっけ、忘れた。え、レオパージュ当たらなくて悔しい。え、応募してくれてたんじゃ、嬉しい。あ、そう、ラーメン、あの、起きたら顔が腫れ上がってました、むくんで。違う、ラーメン作ってないよ、もうチンチンするラーメン。コンビニの昨日帰ったの遅かったから。うん、ラーメン屋さんも行ってない、開いてない、もうどこも開いてない。うん、むくんでた。あ、魚介系ラーメン、どこのやつですか。インドネシアにこんにちはと言ってください。え、ナマステ、合ってる。重曹、あ、重曹、阪急や、阪急ですよね。今日も公園入りたかったね。え、次の私の公演は、9月1日の Will Be Idol 公演です。見に来てね。最近コメント拾ってくれないから悲しい。今拾った。それはインド、え、インドとインドネシアの違いがちょっとよくわからんな。あ、チベンが勝ってますよ。チベン和歌山、チベンってなんか2個高校なかった。塩田大好き。来年のミエの生誕まだまだまだやな、こないだしたばっかや。え、リオパ投げても当たらへんのよ。え、でもなんかウィルビーってさ、なんかウィルビーアイドル公演は可愛い曲が多いから、なんかファンの人のこともなんか 見れるし、アイコンタクト取ってなんかキャンキャンとかできるけど、大阪魂はかっこいい系やからさ、あんま見れない、もう必死に必死。目の前のことだからさ、なんかレッスンとかできるさあんまないからさ、ごめんなさいって思いながら見に来てくれる人、早くなれたい。全然なれへん。あ、明太つけ麺ありましたね。誰やったっけ、小春が食べたいって言ってた。なんか有名なんですよね、東京かどっかにしかなかって、なんか大阪あるんやみたいな、めっちゃ小春がテンション上がってて。私でもそんな明太子食べれへんから、そうなんやみたいな。行きたそうやったけど。なあ、死にそうなってるってやめて。あのルビーからはちょっと落ち着くから。あ、メイクですか。多分まだシオンちゃんがしてるから。あ、はい、着替えといた方がいい。あ、わかり、あ、今してます。すいません。はいはい。小春、あ、そう、ももねさんのワンちゃんも小春って名前ですよね。ツルトンタン、うつまが大きいうどん屋さんですね。
すいません。和田さんより声可愛かった。確かに。はい、この後はメイク。はい、メイクさんです。え、めっちゃ可愛いです、メイクさん。ちなみに。着替えとけって言われました。ね、忙しい忙しい。メンバーかと思った。違う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 。違う。あ、ゆうちゃん星ありがとう。声だけもらう。いやいや、自分の声も好きやから。埼玉読めへん。あー、すごいハートが来た。あ、ごめんなさい。誰？埼玉読めへんかった。すごい名前の人おったけど。着替えておいで。え、最後までちょっとやるわ。メイクさん押します。おい、声だけで。こんにちは。いい、全然。うん、今何分やってますか、ちなみに。ちなみにうなぎ犬に似てて可愛い。え、後で調べるから。可愛くなかったらおこです。あ、もう15分経ってたんや。え、13分。え、どっち。ん、あ、まだ、え、まだ13分。どういうこと、どういうこと。スクショタイムですね。はい、じゃあレオパードポーズしときます。はい。15分経ちました。あ、え、あの、なんかうなり声は聞こえてました。ゆうみさんです。うなり声です。じゃあランキング読んできますね。13位こばりくん、ありがとうございます。12位ゆうちゃん、ありがとうございます。11位カメレオン、あ、コロワーさんですね、ありがとうございます。10位せいろさん、ありがとう、うわ。10位せいろさん、ありがとうございます。9位なるるさん、ありがとうございます。8位キンキン、ありがとうございます。第7位たけぽん、ありがとうございます。第6位牛耳さん、ありがとうございます。第6位ペコちゃん、ペコちゃんありがとう、公演も見に来てくれてありがとう。第4位山ちゃん、ありがとうございます。第3位元気くん、元気くん今日も元気ですか、ありがとうございます。アスカちゃん、アスカちゃんもうありがとうね、楽しんでもらえたかな。ビルビーも見に来てね。そして第1位が小熊さん。小熊さんすごいね、コメントもしてね。ではありがとうございました。夜公演が終わったらまたします。朝ももかさん、よろしくお願いします。はい、いつもよろしくしてますよ。今日はゆっくり、今日もね、ゆっくり寝れないのね、ふうは。今日もな、終わってからもな、戦いがあるから。はい、ではありがとうございました。みんなふわちゃんのショールーム今から見に行ってください、やってるから。ではありがとうございました。